より小さいオープン戦、阪神2から5楽天。6日、甲子園開幕左翼は譲りません。阪神前川右京外野手、2-0が今春1、3打席目でオープン戦初安打を放ち、外野両翼争いで踏みとどまった。甲子園楽天戦の2回1死2塁、1ストライク。日米通算197勝を誇る田中進のスプリットにやや体勢を崩された。それでも外角低めに沈むボールを丁寧に捉え、痛烈なライナーで右前へ。うまく、バットの、芯で打てたのでよかった、と表情を崩さず納得した。この日、右肘痛で別メニュー調整を続けていたノイジーが実戦復帰した。左翼レギュラー有力候補の助っ人が調子を上げる前に、もう一段階アピールのレベルを上げておきたい。それだけに左翼での失策には猛省の言葉が並んだ。5回1死2塁でサゼンダにチャージするも、ファンブルする間に3塁で止まりかけた2塁走者の生還を許した。しょうもないミスをしてしまった、と悔しさをにじませ、しっかり反省して次はないようにしたい、と誓った。打席では12打席無安打の最中も4四球を選んでおり、決して状態は悪くない。結果ばかりに目を向けると、違うところをおろそかにしてしまう。地に足をつけてレギュラーダッシュを目論む。岡田監督は左翼守備での焦りを、そんなん経験やけどな、と受け流した上で、レフトに決まったわけじゃないから。またライトも守らすよ、と予告した。開幕左翼を狙いながら右翼森下も脅かす存在へ。指揮官はやはり、その打力は捨てがたいと踏んでいる。採用